中山香織です。この動画では船橋競馬場で開催される日本テレビ杯の3連単フォーメーション走ということで、1着を手に選んだのが4番の牛場テソーロです。5連勝で東京大賞典、川崎記念、ドバイワールドカップと世界の頂上まで上り詰めており、今回の豪華メンバーが相手でも抜けた存在と判断しました。凱旋初戦という点は懸念材料として残りますが、世界を制覇した G1 馬なので圧巻のパフォーマンスを披露してくれると信じて1着固定で勝負します。続いて2着3着に選んだのが8番水戸の王、11番関風、以上の2頭を選びました。最後3着固定に選んだのが1番天下春、2番シルトプレ、7番スワーヴアラミス、こちらの3頭を追加した3連単フォーメーション8点で勝負したいと思います。園田競馬の平場予想はサイト動画にて配信をしております。皆様からの会員登録とご来場をお待ちしております。